だから草とキノコは大事に、いやキノコは汚いから捨てるわ、草は許す。草生えたね、久しぶりにトイレに草生えたな。昔さ、僕沖縄旅行に行ったことあるんだよ、小学生の時に。親父の会社が潰れる寸前にラストバブリー旅行をしたことあって、その時に沖縄旅行でそのお土産としてミニパイナップルっていうのを買ってきたんだけど、それね、なんかね、1ヶ月でツタが長く伸びて、その先にパイナップルができるっていうよくわからん画期的な生物を買ってきたんだよね、植物。それトイレにね飾ってたんだけどさ、1ヶ月してトイレに入ったら忽然とそれがなくなってて、ミニパイナップルがちっちゃいこう小鉢みたいなやつからニョキッと生えてくるんだけど、トイレにそれ飾ったら忽然とある日トイレ開いたら なくなってて、まずばあちゃん詰めたね、なんで捨てたのと。パイナップルあんなに大事に水やってたのに、なんで捨てたの。まずばあちゃん詰めに詰めたんだけど、ばあちゃんは知らないと、いやばあちゃんしか知らないと、いやばあちゃんは知らないと、いやばあちゃんしか知らない、いやばあちゃんは知らないで、ずっとやってて、でもまあ日中ばあちゃんしか家にいないんだから、トイレに入るのもばあちゃんしかいないでしょ、いやばあちゃんは捨ててないって、いやでもばあちゃんしかいないんだからみたいなのずっとやり取りして、でもう一回トイレにばあちゃんと現場検証で入ったら、パイナップルが、あの僕んちその時さ、ボットン便所の洋式みたいなやつだったんだけど、洋式のボットン便所落ちてたんだよね、そこの方に。懐かしいな。でもトイレのそこに捨ててあってさ、でばあちゃんこれ捨てといてって言って僕は友達ん家に遊びに行った。懐かしいね、懐かしい。あのミニマイパイナップルまだ売ってんのかな。謝れ、いやもう天国のばあちゃんには何回も謝ってる。どうでもよくなった、どうでもよくなったとかゴミじゃなくてフンじゃん。トイレに落ちたんだよ。ボットン便所、ボットン便所のトイレに落ちたらゴミとかじゃフンじゃん。さすがに僕もさ、分別がつく男、トイレに落ちたパイナップルはめでられないよ。だからばあちゃんだからそれ引き上げてゴミ箱に入れてで終わっちゃったんだよな。いや懐かしいな、まだ売ってんのかな。500円ぐらいで買ったんだよね、あの なんなんだろうあの生殖体。みんな知らないでしょこのパイナップル、見たことないでしょ。本当にさ、ミニサボテンみたいなちっちゃい小鉢からつるがニョキニョキニョキって30センチぐらい伸びて、その先にパイナップルがなるんだよ。今調べたらあった、ちょっとリンクちょうだい。そのパイナップル食べるつもりだったの。うん、でもミニパイナップルだからほんとちっちゃいやつなんだよね。でみんな見かけたら買ってみてよ、それ合法パイナップル。あ、沖縄だから多分合法じゃないのかな、きっと。それ合法かどうか問うんだったら、僕沖縄であれだぜ、ゴミ袋に大量に星の砂がめて持ってきたけど、それ違法じゃない。軽く20リットル持ってきたと思うけどね、僕星の砂。これどれ、なんかリンク開いてもパッ、あ、こういうのじゃないんだよね、ほんとなんか思っ、いやこういうのじゃないんだよ、7000円とかの、あの観光土産売り場みたいなのに売ってる。あ、こういうのか、ミニパイナップル。2年前に沖縄の国際通りで100円のミニパイナップルを買いました。30センチの、そう、これこれこれがトイレに一人でダイブしたんだよね。こいつバカだよな。だってさ、自分の自重考えないでさ、勝手に一人でさトイレにダイブしたんだよ。頭パイナップルだよねこいつ。いやー、なんか何考えて生きてるのかなと思ってさ、え、自分の自重で自分から下にダイブするんだって。いやまあトイレに置いた僕も悪かったけどさ、何考えて生きてんだろう。トイレに置いたらきついか、まあ、途中で鉢を変えたりしないと、まあおそらくいけなかったんでしょう。
きっとな。僕もそこはちょっと考えが及ばなかったところだ。トイレに追い詰めた人がでもせっかく買っておいてやったのに、他に置くところがなかった。だいたいさ、その僕ん家のトイレの、そのわかる、トイレの便器の上に窓あるじゃん。みんなんちもあるだろ、トイレの換気用の窓があるじゃん。そこにさ、なんかハウス親父のその DIY で棚みたいなのを作ったんだよね、釘で打ち付けて。そこにパイナップルを置いてたので、それまで何を置いてたかっていうと、あの僕が小学生の自由研究でばあちゃんに、ばあちゃんを詰めて作ってもらった、その紙粘土のカモとかクマとかが陳列棚に置いてあったんだよね。それずっと置いてあった。ゴールデンウィークなのになんでいる、家にいるの。え、じゃあゴールデンウィークでにずっと家に行って予定がなくて家にいるんだけど、それを見てコメントしてる君はなんで今コメントしてるの。同じでしょ、僕と。予定がないんでしょ。でそこでさ、予定がない同士で石をぶつけ合うことに関して僕は不毛だと思ってるんだよね。わかる？僕らお互いスクラムを組むべき対象に石を投げ合うっていうのは、あまりに悲しい世の中の縮図を表してると思う。不毛な争いはやめようってことよ。ただまあ、どうするかなっていうゴールデンウィーク。